東京都立武蔵村山東高等学校は、かつて東京都武蔵村山市大南にあった全日政府通貨の都立高等学校。開校前は都の廃材置き場となっていた上に、開校初年度は整備が追いつかぬままに見切り発車の状態で新学期を迎えた。校庭の一部は整備が不十分だったため、隣接の国立音楽大学グラウンドで体育の 授業を行ったこともあった。体育館やプールも2年度に、ようやく設備が整った。校舎は当初、白を基調とした壁と柱を、エビ茶色、非常階段がオレンジ、時計が配置された、中央階段部は、オード色と、都立高校校舎としては、奇抜なカラーリングであった。後に開校する東京都立浄水高等学校への、 飛行機から東京都のカラーであるグリーンを基調とする配色へ変更されている。交渉は桑の葉をモチーフにしたものである。これは昔、校舎界隈で養蚕が盛んであった時代に見られた桑畑が元となっている。制服はエビ茶のブレザーに白黒の千鳥格子柄のスラックスとスカート、男子は紺で女子は赤のネクタイである。 1999年に、武蔵村山畜谷西高等学校基本計画検討委員会設置され、同じ全日制普通科高校だった東京都立砂川高等学校と統合し、校舎を東京都立武蔵村山東高等学校校舎を流用する方針が決まる。2004年4月に新設される東京都立上水高等学校に合わせ、2004年3月を もって、平行となった。2004年5月本校、元教諭の平沢正樹が公名を由来とする、小惑星7892ムサム東を、命名権の講師により命名。ありがとうございます。